こんにちは。こんにちは。始まりました。スワッチ。スワッチ。今回のテーマは、テケ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 、ドン。僕らの山田哲人。イエーイ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 。なんかいつもと違うな。今日のテーマは、はい、僕らの山田哲人ということで、はい、山田哲人について、はい、やや語ろうじゃないかと。やや語ってください。はい、はい、いうことを考えております。そうです。で、まあ、今日の撮影が、はい、4月1日ということで、うん、まあ、動画の公開はちょっとその1週間後ぐらいなんですけど、はい、まあ、開幕戦で負傷抹消ということで、うん、この動画が上がってるタイミングで状況がどうなってるかわからないんですけども、はい、まあ、もしかしたらちょっと長引くんじゃないかということで、うん、まあ、今回の動画ではですね、はい、山田哲人のことを話しながら、うん、今季にかける山田さんにですね、はい、エールを送ろうじゃないかと、頑張っていうふうに思ってます。はい、で、まず山田さんのプロフィールね、はい、改めて、92年の7月16日生まれ、あ、7月生まれですね、はい、履正社高校卒業でございます、ね、うん、2010年のドラフト1位、はい、もう2010年に彼が来てくれたことによっていろんな歴史が作られていったということですね。はい、で、今年の開幕戦終了時点で1431試合出場、1489安打、はい、285本塁打、はい、841打点、はい、194盗塁という、いもう凄まじい成績でございます。2018年には NPB 史上初の3度目のトリプルスリー、やばいね、15年、16年に続きというところで達成しております。はい、もうレジェンドでございますが、オリンピックと WBC も出てますからね。そうですよ。国際大会にも強い強いというところなんですが、はい、加藤郎さんは、うん、山田哲人さんの好きなシーンとかありますか？はい、僕ですか。僕あのね、あの ものすごい、なんでしょう、プレーというかね、あの、うん、ホームラン打った後の次の守りの時にね、うん、めっちゃお辞儀してくるじゃないですか。みんなこうスタンドに向かって迎えますもんね。はい、ファンがこうエールを送るっていうか、うん、コールをしますよね。でこうスタンドに向かってお辞儀してくれるところがね、なんか一番最初に見に行った試合とかでも見てくれて、うんうん、セカンドからこう我々のいるレフトスタンドでしたっけね、うんうん、にお辞儀してくれたと思って、うん、めっちゃいい人やなこの人と思って。そう、あのね、加藤九郎さんはもうね、はい、この話をするとなぜかキャラクターの方にいますね。そうなんですよね。山田哲人が、まあ、プロ野球選手としてはもちろんですけど、はい、人として好きなんですよね。好きですね。めっちゃファンですもんね。めっちゃ好きですね。なんかフォワーとした雰囲気も好きですし、うん、でもあのプレーで言うとね、盗塁好きなんですよ、僕。山田哲人のなんか、WBC とかでも盗塁してたんですけど、うんうん、なんていうんですかね、今永さんか誰かが言ってたんですけど、はいはいはい、なんか幽霊みたいに走るらしいですね。ふわっと。ああ、走り出しがってことですか。走り出しがふわっと偉いし、スライディングするときもなんかふわっとスライディングしてあるんですけど、めっちゃかっこいいんですよ、盗塁。いやでも通やわ。そういうとこを言うの多分通やと思います。多分好きな人いると思うんですよ。ああ、でもそれは山田哲人ファンに今言ったら、はい、分かるぞって思ってる人は多分多いでしょうね。思うんですけど、その走り出しが好きだと。走り出しと、そうですね、スライディングの人が好きですね、僕は。なるほどね。大黒さん誰、どういうところにいますか？いや僕はでもね、はい、もう普通にそのシーンを、うん、印象に残ってるシーンをちょっと、はいはい、あのだざっと出してきたんですけど、はい、まず1個目は2015年の日本シリーズの、はい、3打席連続ホームラン、はいはい、これね、あえてこれ前も話したから、ね、あえてソフトバンクやったんですけど、はい、まあ、強い時でね、まあ、ヤクルトも優勝したチームなんで強いんですけど、はい、まあ、1戦目、2戦目、まあ、今のペイペイドームでやった時に、はい、まあまあ、2連敗して神宮に戻ってきたんですよ、はい、でも なかなか歯が立たないんじゃないかぐらいの感じで普通に帰ってきたんですけど、ほんならその3戦目、神宮戻ってきた時に3打席連続ですよ。かっこいいですね。これでソフトバンクを一人で沈めたんですよ。やばいっすね。まあそこね、3戦目だけでピッチャーが抑えたっていうのも大きいんですけど、もう印象としては一人で、まあ、あの無敵艦隊を沈めたぐらいのインパクトが僕は見ててあったんですよ。それはやっぱ強烈に覚えてますね。衝撃ですね。衝撃でした。やっぱね、2打席連続までは、うん、まあなんかね、まあそれもすごいですよ、うん、でもなんかあるあるって感じなんですけど、はい、3本目出たらちょっと引きますよ、ね、なんかえぐってなって2打席目まではうわーってなるけど、はい、3打席目はもうなんかちょっとうんってそうなりますよね。ちょっと えぐいですよね、しかも日本シリーズですからね、うん、しかもソフトバンクですからね。そう、あとはだからその元2022年のさっき言った開幕戦ですよね、はいはい、大逆転勝利した時の9回表の同点ホームラン、はい、飛んできたやつね。そうで、あれが僕
もう佐藤九郎さんもそうですけど、うん、多分その肉眼で生で見た山田哲人の初ホームランだと思うんですけど、うんはい、ちょうどこう綺麗な放物線描いてね、ねこっちの方に飛んできたじゃないですか。あれでも僕らより、あ、下に着弾したんですけど、ね、下に着弾したんですけど、うん、いやでもあの何臨場感とか迫ってくる感じ、綺麗な放物線をね見せていただいて、あれ球場で見たホームラン初めてやったんちゃうかな。あ、三番え、じゃでも山田ですよね多分。多分あれでもすごかったなと思いますよ。うん、いやいやちょっとね、はい、もうなんかいいですね。あの打った後のフォローするとかも好きなんですよ。あでも、ね、あのフォームとかねスタイル、うん、プレースタイルがかっこいいですからね。かっこいいですよね。まあ、守備もいいでしょ。守備もいい、はい、だから守備もすごい堅実でね、うん、まあ、ゴールデングラブずっと取りたくて、ただその菊池っていうね、もうすごく高い壁が立ちはだかってるので、うん、なかなかそこはっていうところもありましたけど、はい、でも多分守備に対するこだわりみたいなのもあるし、やっぱ安定感半端ないじゃないですか。 そうですね、それこそ国際大会とか行った時の安定感、うん、ね、うん、なんか中野くんがエラーした時にちゃんとフォローしてあげてたのも良かったですよね。やっぱね、そういうのは大事ですよね。キャプテンですからね、やっぱキャプテンシー持ってやってるんでしょうけど、うん、まあキャラクターのところで言うとやっぱもう一つはあれかな、印象残ってるのは22年連覇した時の優勝試合決定試合での波、泣いてたじゃないですか、一人ね、一人かどうか分からんけど、まあ僕は泣いてるところがを認識したのが山田哲人一人やったんですけど、うん、まああれもね、うん、もうちょっともらっちゃったもんね。いやね、もう泣いてましたもんね。ジャンカラでね。ジャンカラでね。泣いてたというか、まあそれはもらいましたよね。なんか1年間すごい苦しんでんのを、うん、まあメディアを通して報道を通じて知ってたんで、やっぱあの涙はちょっとグッときましたね。あの年が一番苦しんでました。多分成績的には、まあその優勝してる2年間、その、うん、それこそその前がね、うん、3回タイプルフリー。あのレプル3とかねしてるぐらいだから、それと比べるとっていうのは当然あるんですけど、まあちょっとやっぱあの22年は相当苦しんだ中で優勝したっていうのがあったからホッとしたんでしょうけど、まあそこはちょっともらっちゃいましたね。うん、なのでやっぱね、今年ちょっとでもね、さっき前の開幕3連戦の動画で言いましたけど、うん、怪我しちゃいましたけどね、はい、その山田哲人の魂がこう残って、うんうん、みんなを余計に奮い立たせたんじゃないかというところもあるのでね、まあ、戻ってくるまでみんなで頑張ってもらって、うん、まあ、戻ってきてからねトリプルスリーね、もう一回やってほしいな、もう一回ね、やってほしいし、前の動画でも言いましたけど、うん、いろんな記録がね、はいはい、今待ってるんでね、そうですね、山田哲人、うん、その記録を全部迎えに行ってほしいですよね、うん、早く、そうですね、一日でも早く復帰していただいて、ね、うん、でも本当にこうね、もうスワローズにとってはかけがえのない、ファンにとってもかけがえのない選手なんでね、はい、はい、何より早く一日も早い復帰と、はい、今シーズンの活躍を祈っております。はい、はい、お願いします。はい、早く帰ってきて。もういいですか、なんか喋り語り足りないことはないですか。もう大丈夫じゃないですか。大丈夫ですか、はい、ということで、はい、今回のテーマは僕らの山田哲人でございました。はい、ありがとうございました。早く帰ってきて、さよなら。